皆さんこんにちは。谷博之参議院議員を日頃よりご支援いただいている人、そして民主党栃木県連を日頃よりご支援いただいている人、本当にこのような多くの皆様が谷先生の勝利のために駆けつけていただきましたことに、私田代薫からも御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。私朝一でですね、中央警察署の表に向かいまして表記をいただきに参りました。そしてその帰りに谷先生の地元の戸祭り、そして私の地元鶴田町をですね、凱旋カーで回ってきました。ものすごい応援でした。2階の窓からもちろんなんですけども、もう門の前に出て列をなして、谷先生頑張ってね、本当にものすごい盛り上がりでした。宇都宮の市内の谷先生への期待はものすごい大きいものがあると思います。そして宇都宮を制したものが栃木県を制する、私はそのように思っておりますので、ぜひ皆さん一人一人、私が今から一人一人を選対委員長に任命いたしますのでですね、よし、周りの人一人また一人と拡大していっていただきたい。そして宇都宮を固めて、そしてその勢いで栃木県中をですね、谷博之、谷博之、谷博之で固めて、そして三度谷博之先生を国政に送っていただく、そして地に足のついた政治を実現してもらいたいと思うんです。福祉の谷、社会保障年金の谷、医療充実の谷、そして平和憲法をしっかり守る谷、その谷先生をぜひ皆様のお力で三度国政へと送っていただくことを、私からも強くお願いを申し上げまして、民主党栃木県連を代表してのご挨拶と要請お願いにさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。